違う違う、またリズムが狂ってるぞ。素晴らしい、リズムはバッチリだ。ちょっと感覚をつかめたかも。おお、女神よ。よし、その感覚を忘れるなよ。その調子だ。皆さんありがとうございます。おかげでまた泉のように澄んだ歌声が出せる気がします。元気を取り戻せたみたいでよかった。さあ、私たちもそろそろ次の場所を手伝いに行こう。だな、お前たちの公演楽しみにしてるぞ。旅人パイモン、急いで次の場所に向かおう。価値がある。よっ。あれあれ、妖精さんじゃないか。それに頼りになりそうなお仲間が2人。長老の言ってた通りだ。こんにちは。昨日みんながここでインク酒場の配管工事をしてるって聞いたから手伝いに来たの。この程度のことで妖精さんの手を煩わせるわけにはいきませんよ。僕たちだけでやれますから。ほんとか？なんかパイプの並べ方がぐちゃぐちゃな気がするけど。これはその仲間に大雑把なやつがいるんです。パイプの接続なら任せろって自信満々に言うから頼んでみたらこのありさまで。いやいや、俺はパイプを入念にチェックしようと思ったんだよ。麻酔を通すための大事な管だからさ。それで分解したら戻し方を忘れちまったんだろ。もう変なナッツでも食べちまったんじゃないのか。ほらほら、喧嘩しないで。一刻も早く酒場を再開して森を元の姿に戻したいって思いはみんな同じでしょ。だったら私たちにも手伝わせてくれない？うんうん、せっかく来たんだしオイラたちも手を貸すぞ。パイプをつなげればいいんだろ。ありがとうございます。麻酔がちゃんとパイプを流れるようにしないといけないんです。つなぎ間違えると途中で詰まっちゃいますから。結構神経を使う作業なんですよ。お前が言うな。
どこか間違えちゃったみたいですね。麻酔が詰まってます。一滴だけなら。そんな、もったいない。実験用にと取り分けておいた最後の崇拝なんだぞ。本当にちょこっとだけ、はい、どれどれ。ブエッ、なんだこの味。一体まとわりついてくるぞ。もしかしてこの地の伝説にもあったよ。運命の女神がインクで紙に物語を書き記した。創世の女神によりその物語に命が吹き込まれたって。だからこの森では酒場がここまで大事にされてるんだな。退職症を患った住民たちは体内のインクが乾いて色あせたせいで自分の物語を忘れてしまったのかも。皆さんの話にはついていけませんが、妖精さん、どうかそんな顔をなさらないでください。パイプの修理も終わったことですし、酒場はすぐに営業を再開できますから。なんだ、今の話がわからなかったのか。妖精さんは女神が俺たちに命を授けてくださったって話をしてるんだ。へへ、実は俺、創世の女神に会ったことあるんですよ。え、本当？お前、僕と同い年だろ。昔一緒に運命の女神像に祈りを捧げたじゃないか。嘘をつくのも大概にしろよ。ああ、正確にはうちのじいちゃんが。じいちゃんの話では、ある日仕事が終わった後、小屋の窓から創世の女神が命を吹き込む瞬間をちらっと見たんだとか。女神は俺たちの体を作るための紙を捧げ持って、それに話しかけてた。そしたら、ぴょんぴょん跳ねる髪のカエルが一匹生まれたんです。まさに神業ですよね。自分が見てきたかのように言うなよな。へえ、女神の魔法って、もっとこう、バチバチバチって感じで派手なのかと思ってたぜ。え？皆さんの世界では、新しい命はバチバチバチって派手に生まれるんですか？なるほど、勉強になりました。いや、そうでもないけどさ。魔法だからって絶対に派手じゃないといけないってことはないと思うけど。お前が大ボラ服から妖精さんまで混乱させちゃっただろ。ううん、そんなことないよ。むしろおかげでいろいろ見えてきた。ありがとうね。光栄です。残るはあと一箇所だね。出発しよう。レトルトに、コホン、僕が許そう。うん、ええ、おいおい、シトラス、冗談はよしておくれ。酒場の再開が迫っているというに。本当なんです、長
昨日興奮しすぎて寝違えちゃって。長老、手伝いに来たぞ。ほう、良いところに来てくださった。紹介いたします。こちらはインク酒場のバーテンダーで、シトラスというものです。シトラスは麻酔にうまい果物をいろいろ混ぜて美酒を作り出す、インク酒場には欠かせぬ存在なのです。長老、そんなに持ち上げないでください。いったた、首が。大丈夫？はあ、すみません、肝心な時に首が動かなくなってしまって。お手数ですが、私の尻尾を引っ張って首が動くようにしてもらえませんか？自分では手が届きませんし、長老では力が足りなくて。尻尾と首って関係あるのか？もちろん、空の雨と虹のような関係ですよ。とにかく果物を剥いで樽に入れる一連の作業を手伝ってほしいんです。なんかちょっと違うんですよね。ありがとうございます。首がかなり楽になりました。本当に関係あるんだな。おお、ありがたい。これで一安心ですな。インク酒場は今まで通り美味しい飲み物を提供できるはずです。これで一丁上がりだな。ケーキに乗った王冠のように予想外のサプライズだね。手伝いはほぼ終わったみたいだな。あとはインク酒場を開けるだけだろ。でも魔法の使い方とインク酒場が閉店した理由はわからないままだね。なんなら太っちょネズミの言ってた方法を試してみるのはどうだ。あの子のおじいさんが小屋の外から見たっていうあれ。創世の女神はどうやってみんなに命を吹き込んだのかな。とりあえず真似してやってみたらどうだ。森の妖精って呼ばれてるわけだし、もしかしたらもともと魔法が使えるのかもしれないだろう。つまりこの森の舞台が私という踊り子に合わせた動きをしてくれるってこと。そんなのおとぎ話だけでしょ。そうか。オイラも周りに影響されてるのかな。動く折り紙の動物とか魔法のポーションとか、ここじゃ何でもありな気がしちゃってさ。でも確かにやってみないとわからないよね。じゃあ、こうやって折るんだったよね。うん、多分これで合ってるはず。前に舞台の小道具さんがこういうのを作ってたんだ。面白いと思って休憩時間に習ったの。
眠気覚ましにちょうどいいんだよ。どうだ、その魔法の力とか感じたか。全然。うえ、なんでだ、何か足りないのか。話しかける。でも森の創生の女神はこういう時なんて言ってたんだろう。そうそう、森の妖精としてのニーローが新しい住民に何を伝えたいか考えてみたらどうだ。あなたに森の祝福を。あなたが森の一員になれますように。パチサラと名乗り、どうかあの花のようにこの世界で美しく咲き誇って。はあ、私パティサラ。おお、大技に成功したぞ。私のナッツよ、そしてピーナッツの殻よ、このアーモンド。この年になってかような神業を目にするとは思いもしませなんだ。伝説の創世の女神の魔法と全く同じですな。ピーナッツの殻、アーモンド。はじめまして、パチサラ。私はニーロ、この森の妖精なんだ。今日からあなたは森の一員になるんだよ。はじめまして、妖精のニーロお姉ちゃん。どうかあなたがここで楽しく成長できますように。成長。この森の新しい仲間はひとまず私にお預けくだされ。いやー、懐かしい。森で歓迎会を開くのは久方ぶりです。ほら、パチサラ、アーモンドおじいちゃんのところにおいで。ニーローが魔法をマスターしたんならインク酒場を開けるんじゃないか。あの、アーモンド長老、何人か酒場の地下に呼んでもらえないかな。もちろん構いませんが、理由を伺ってもよろしいですかな。さっき魔法を使った瞬間、あそこに違和感を覚えて、きっとそれがインク酒場閉鎖の真の原因なんじゃないかな。なるほど、お安い御用です。パチサラもアーモンドおじいちゃんの言うことをよく聞いて。勝手に走り回ったりしちゃダメだよ。パチサラ言うこと聞く。走る。こら、お前という子は待ちなさい。さすがニーローが作った子って言うべきか。やけに元気だな。なあ、さっきは一体どうやったんだ。あの子の幸せを祈る気持ちを言葉にしただけだよ。本に書いてあった通り、言葉そのものが魔法なのかもね。すごく童話っぽい解釈だな。だからこの森は祝福の森って言うんじゃないかな。ひひ、そういう魔法がニーローにはぴったりだと思ってたんだよな。うん、祝福を授けるとき、この森の中を流れる魔法を感じられたんだ。草花や木に宿る魔法や、みんなの体の中を巡る魔法。でもインク酒場の地下にはガランとした空間があって、何も感じられなかったの。妖精殿、ただいま戻りました。早いな。インク酒場の地下にはこの私でさえ初めて見るものがありましたぞ。透明で叩くとゴンゴンと音が鳴る。透明なもの。は、わかった。え、なんで今のでわかるんだ。パイモンも童話っぽい解釈をしてみたら。そう、正しくは空のインク瓶かな。パイモン、麻酔の味を覚えてる。ああ、そういうことか。旅人、パイモン、私と一緒に材料をもちろんだぞ。
に沈まぬ夕日、陸を泳ぐ金魚、それから夜にしか咲かない月。変なものばっかだな。おお、めちゃくちゃ早いな。どうやってなぞなぞじゃないだろ。困ったかも。頑張るよ。創生の術。ご助力を。天へと舞う。これで。いや。ご安心を。祝福の小屋に戻ろう。ちょっと待ってて、部屋からインク瓶を持ってくる。原材料は美味しいものだらけなのに、なんで最終的にはインク味になるんだろうな。今回はオイラも遠慮しておくぞ。お待たせ。確か本にはこう書いてあったはず。こうして、次は、それで。できた。まさに我々が求めていた麻酔ですな。じゃあ長老、これを地下の透明な瓶のそばに置いてきてくれる？あとは私に任せて。はい、森の妖精殿の仰せの通りに。ふう、いざとなるとやっぱり緊張するな。うん、ありがとう。あなたたちがいてくれてよかった。私、行こう。属性をミオラさん。森よ、私の言葉に耳を傾け、私の祝福を受けたまえ。魔法の天城泉が永遠に枯れることなく、この地に生きる魂たちが幸福でありますように。Thank you.
森の景色にぴったりだよね。それにこんな感じに開くとは思わなかった。まるで折り紙の本みたい。そうでした、何もかも思い出しましたぞ。私が、この私がオルビット城の頂上で予言の女神に神託を求めたのです。この世界を救う勇者が予言の崖に降臨するとき、勇者とその仲間がこの世界に再び平和をもたらす。今まで予言の前半を忘れてたのか。それゆえ私はあそこで待っていたのですな。これは良い。犯人の脳もまだまだ捨てたものではありませんぞ。予言の崖って大きな壁画があるとこか。オイラたち確かにあそこで目覚めたぞ。でも何も覚えてない。間違いありません。あなた方は妖精殿と共に祝福の森に新たな活力を与えてくださった。間違いなくこの森にとっての勇者です。そうか、お前たちがそう言うならそうなんだろうな。どうせオイラたちも帰る方法を探すためには先に進まん。ああ、今までも散々竜を倒してきたんだし、もう一匹くらいどうってことないよな。やはり予言の女神のご神託に間違いはありませんな。私も一緒に行くよ。魔法が使える森の妖精がいれば旅もかなり楽になるでしょ。勇者と魔法の妖精、巨竜に冒険。本当に童話の出だしみたいだな。皆さんの次の目的地は対岸のオルビット城のようですな。あそこはシムランカで最も栄えている場所ですぞ。お城のてっぺんにある星の庭に行けば、予言の女神があなた方の探している答えを授けてくださるやもしれません。ニーローさん、行っちゃうの？うん、他にも助けが必要な人がいるからね。でもそう遠くには行かないし、時間ができたらまたパチサラちゃんにも会いに来るよ。だからいい子にしてるんだよ。おじいちゃんのお手伝いをしてね。うん、そうする。帰ってくるの待ってる。聞き分けの良い子だ。おっと、忘れるところでした。オルビット城に向かわれるのなら海上列車に乗らねばなりませんぞ。明朝、私が先に駅に向かってな。そうだな。ずっと、おや、注文が入ったようですね。あう、バブルオレンジ味の麻酔を頼むぜ。麻酔抜きで。